通に晴れてますが、今日はぐずつく予報です。1時間遅いです。最高気温は35度を超えるみたいですね。最近炭酸アップにハマってますからのこちらです。さあやってまいりましょう。パイプハウスの収穫ですね。病気と虫、やはり肌にチェックしながら収穫したいと思います。レッツゴー。実の色がなんかまだらになってるの分かりますかね。これはエソかもしれないですね。アザミウマの一番奥西側ですね。 MX 君1ペットの残しでフルフルマックスタイムですね。そして先ほどの大花エソっぽかったやつの株はですね、限定できませんでした。他にありませんでしたので、また様子見ですね。こちらもやはりまだ活動中の、元気に活動中の肌にさんもいらっしゃいますね。うん、油断はできないですね。 MX 君の一作でこんなに切れました。まあ昨日と同じぐらいですかね。そして肌にですけど、一昨日より昨日、昨日より今日という形で数が減っている気がしますね。なぜでしょうか。パイプを持たすにはここをこまめに耕運しないといけないですね。虫を沸かせたら終わっちゃいそうな気がします。本日はエコミネラルくれていきたいと思います。現在7時ちょっと過ぎぐらいなんですが、これからですね8時ぐらいまで適応と枝の誘引やっていきたいと思います。レッツゴー。こういう、まあ押し付けちゃってますけど、黒い葉っぱ、はい、黒い葉っぱと、あと中の方ですね、黄色い葉っぱの適応ですね、やってきます。現在7時25分ですね。結構葉っぱ取ったつもりなんですが、まだまだボリュームありますねコンテナいっぱいになっちゃいました。時刻は7時54分ですね。結構透かしましたね。でこのような焦点ズルはですね、このまま様子見たいと思いますね。結構ツルとか入っちゃってるんですよね。だからタチは悪いんですが、こういう風に落とすぐらいしかないんですよね。悩ましい、はい、決めました。このようにツルは落としていきます、はい、どうなるか分かりませんが、これであればですね芯は止めませんので、そうその樹勢落ちることはないと思うので、とりあえず落としていきます、はい、全部やっていきます。あ、とりあえず今日はこちらが半分ですね。リスペクタリーと MX 君10本やっていきたいと思います。はい、どうでしょう。焦点ズルは全て向こう側に落とすっていう形でやらさせていただきました。こちらはまだやってませんので焦点してます。これはまあ明日以降やりたいと思います。そして丸屋根向かいます。スタンドで KU 購入後のブレックファース払っちゃいましたねディーゼル給油中です。これ右前輪パンクじゃなくて空気が抜けてるんですよね。こちらで取っていきたいと思います。このようによっしゃ、綺麗になりましたんで、これ持参でいきたいと思います。いまいちエンジンの調子がよろしくないですが、行ってみたいと思います。中で耕運し始めて直後にここまでいきなり行っちゃうんで、これがちょっと異常ですんで見てもらいます。ヤンマー君をですねとうとう使う時が来たと思って使おうと思って一安心したらですね、鍵は軽トラックの中でしたねってことで、ペリー君でハウスに戻っていいかってですね関東農機様々に聞いたら、もう動かさない方がいいってことなので歩いて、はい、ハウスまで戻りたいと思います。時間計ります。時刻が9時半ですね。散歩も気持ちがいいですね。 Y の字を左に曲がります。左をまっすぐ行くとここの路地、はい、もうハウスが見えますね、はい、この石碑っていうんですかね、これが目印です。9時38分ですね。ってことは8分で来ました。ケットラついたんで自販機でも飲み物でも買おうかなと思ったら、財布を丸屋根に置いてきました。水を入れました。サーモスタット開いてる状態。あちなちきしょ。暑そうです。湯気出てますもん。これが。
サーモン取っちゃったんです。とりあえずサーモン外して水だけ毎回気にして見るようにして様子見ます。とりあえずこの空気圧じゃタイヤがダメになっちゃうってことで、関東農機商会からレスキュー空気入れが届くのを待ちたいと思います。はい、こちらで空気を入れていただいております。それ詰まってません？大丈夫ですよ。大丈夫ですか。 3.25キロ、はい、あ、前はそっか。こっち側だけいつも年に1回ぐらい足さないとダメな感じになってます。後ろは 1.4キロ。あ、そういうことか。圧はこっちは硬いから低いんですね。 1.4キロ。そうですね、大きさにもタイヤの大きさにもよるんですけど、書いてあるんです。あ、書いてありますね。これ LP ガスとか書いてますけど、実はこれ空気が入ってるそうですね。改良して、改良型エアーコンプレッサー、コンプレッサーじゃないや。時刻は10時50分ですね。特に何もできないまま帰宅したいと思いますが、せめてこの暖房機のカバーだけでもかけていきたいと思います。トロロロピシ2号です。今日はトラクター修理で午前中耕せませんでしたんで、はい、午後耕したいと思います。はい、皆さんも暑いけど頑張ってまいりましょう。はい、熱中症、ほぼ熱中症になりかけですけど頑張っていきたいと思います。はい、最初はピーヨピーヨじゃんけんグー。じゃあまた。はい、どうでしょうか。これで温度はこそそんなに変わらないと思いますけど、直射日光が当たらなくなっただけで全然違います。はい、ちょっとまあ上の方穴開いてましたね。はい、ということで関東の気象会の方、社員の皆さん、ありがとうございました。ってことで、しばらくペリー君、まあ、今日明日明日、使いますので、こちらに置いてリュック背負って格屋根に帰りたいと思います。徒歩8分、トラクターで6分。トラクターどんだけ遅いんでしょうね。あ、やっと我が家に着きました。はい、11時9分。これから自宅戻ってキュウリ詰めて出荷します。今日も C が1で袋コンテナ2つなんで200本以上切れてるんで、150本植えて200本だから、なかなかいい感じじゃないでしょうか。ラッキー。渡らせて集荷場向かってます。はい、ニガウリが大豊作ですね。6パレットありますね、素晴らしい。そしてこちらにも、まあ値段が気になりますね。ゆうちゃん、朝取りキュウリだよ。朝取りだよ。美味しいかい。おーい、いいね。もうこれを食べてる時はもうピュア獣だね。獣だ。うん、うん、獣だ。目がもうすごい、その眼光がよく指を食べないよな。指が食われそうだ。ピオちゃん、暑そうですね。脇の下開いてハーハー言ってますね。